高橋貴博さんです。湯沢市出身の高橋さんはこれまでヘアサロンやアパレル店で経験を積んできました。湯沢ビズを訪れたのは湯沢市で店を開きたいからです。同じ頃ヘアサロンの前のオーナーが事業を誰かに引き継ぎたいと考えていました。まあ、長くアパレルの方にいたので自分がもともと持ってた免許を生かして、まあ、ヘアカットと一緒だったら、まあ、やっていけるかなというところでやろうと決意しました。まあ、自分としては一からやろうと思っていたので、まあ、最初はうーんなんて思っていたんですけど、前オーナーさんもすごいいい方で立地も良かったのもあって、まあ、やってみようかなっていうところで契約しました。商店街でもこうお店を後継さんがいなくてですねシャッターを閉めるっていうケースが結構増えていると思うんですね。でそこで身内だけじゃなくて身内以外の第三者で事業を承継するっていう選択肢は非常に有効だと思っていて、創業する方からしてもやっぱり創業するってなるとお客さんをはじめゼロからつけなきゃいけない、既存の店舗っていうのを承継することによって、まあ、お客さんもついた状態ですし、すごくリスクが少なくてですね、今回まあそれが成功したっていうことはすごくいいことだと思っています。今月19日、店を訪れると開業に向けた準備を進める高橋さんの姿がありました。ついに始まるんだっていう感じですね。お店として形になるといよいよだなっていう、ね、嬉しい気持ちですね。高橋さんは前の店で使われていた椅子やラックなどを譲り受けていて、新しさの中に引き継いだ証がしっかりと感じられます。新しい店のコンセプトは洋服に合ったヘアスタイルの提案。一角に洋服のコーナーを設け販売する予定です。まあ、髪を切るタイミングって皆さんお休みの日だったり、まあ、お仕事帰りとかだったりすると思うんですけど、うちは洋服も置くので、まあ、髪切らない時も、まあ、遊びに来れるようなお店にできたらなと思ってますし、お店の名前がルームっていう名前にしたのは自分の部屋のように過ごしてほしいっていう思いが、ありまして、なんだろう、リラックスもするけどワクワクもできる、そういうお店にしていけたらなと思っております。今月末に店の第2章が始まります。